はい、よろしくお願いします。もう首の痛みがね、このね、山下先生、ほぼ、はい、ほぼなくなっちゃった。はい、もう次回予約いただく次回で、はい、どうしようかな、ほんまに上もそうですね、これも、はいはい、ないんで、はい、あ、じゃあ痛みを出ない予防する、はい、予防、予防っていうか、うん、多分最初の山下先生は首から首いう形でですね。で次の本間先生っていうのは肋骨を、肋骨でしたね。はい、でもう一つ僕が首のそういう症状で考えるところが、はいはい、腕っていうのがあって、はい、これ詳しくは YouTube 退職生態で知って出てますんで、うん、っていうか、なぜ腕からかっていうと、とりあえずデスクワークの人とかが多いっていうんで、デスクワークしてると、要は首が痛いってことは顔が前に出てるっていうことですよね。うんうん、あと猫背になってる、はい。猫背で姿勢っていうのは、デスクワークで手が内旋した状態でずっとこの状態をキープされてるわけですね。この状態で固まってるから、うん、要は首が前に出てる、うん、この前腕とかを、うん、内旋してる前腕を外に広げて上げてるがために体が前に行ってるっていうのがあるんで、うんうん、まず前腕の状態を変えてあげるだけで首が変わるかどうかっていうのをまず見ます。はいはい、で、まあ、例えばですけど、はい、今右と左と向いてもらってどっちかこう多分だいぶいいので、まあ、どっちか言うたらまだ左ちょっと残ってる、ほとんど残ってないけど左、はいはい、だいぶレベルの高いっていう話ですけどねなんでじゃあそうちょっとまっすぐ腕を割って、はい、で前腕を外旋させます。はい、この状態で、向きにくい方を向いてもらって向きやすくなるかと思います。向きやすくなってますね。若干痛みが、ほとんどない痛みがほぼゼロに近いですね。ってことはこれ前腕を緩めてあげればいいかなっていうのはあります。明日本当に僕の首大丈夫なのかなぐらい調子いいですねで最近やってるのがこのぐらいまでとか持ってきますね。これで向いてもらっていいですか。今大丈夫、さっきより楽になってますか。楽ですね、このまま、うん、首そのまま置いといてもらって、うん、はい、腕ゆっくり押します、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。ひどくなってないですか。ひどくはなってないですね、うん、そのまままっすぐ向きましょうか、はい、もう一回持っていきます。これ YouTube とちゃうの。違いますね、うん、これでもう一回左向きます。大丈夫ですか。大丈夫。打ったらゆっくり向きしてます、はい、でまっすぐ向いてます。で、1回ぐらい、大体3回ぐらいです、ね、この状態持っていって左に行きます。大丈夫ですか、ね、大丈夫。じゃあゆっくり、まあ、首はそのままで、はい、して、まっすぐ向きます、はい、でこれでもう一回試してもらって、はい、あ、痛み、なくなった。ほとんどない痛みがなくなった。首、こんな、怖い、明日絶対なんか良すぎて怖いっていう感じです。はい、で。あのちょっと関係ないんですけど、はい、よく、うん、矯正してる人を見るんですよ、うん、首を、はい、アジャストってやつですね。 はい、あのアジャストが悪いわけじゃないんですけど、はい、なぜか、あ、これセット、これ絶対もしなんかなんちゃってでやってる人がおったらこれ絶対やめてほしいことがあって、これはちょっと伝えておきたいんですよ。いいですね。あの首をアジャストするときに、うんうん、こうやってやる。あ、要はねじっちゃう人、よく見ますね。ねじってやる人、これ絶対ダメですから。ダメなんですか。壊しますよ。あの TikTok でよく見る、はい、ドキッとやってる、うん、あれ壊しますから、僕らやってるのってこの状態で押してるだけですから。そうなんだ、はい、でこれ両方やる人ですよ。へえ、うん、なんで両方やるんですかっていうことです。これはそもそも
硬いところどっちかにあるから、うんうん、それを動きやすくするためにやるのに、うんうん、ボキッてやって、うん、硬い方が緩くなりました、うん、それで OK やのに反対もボキッてやって、うん、両方同じように緩みました、うん、それ揃えばいいですけど、はいはい、絶対揃わないんで硬い方だけやれば硬い方だけやったらいいのに両方やっちゃう、うん、多分触診できてないからです、うん、これはちょっと気をつけていただきたい、うん、なるほど、はい、なんか全然話取れたいやいやでも首って聞いてこれだちょっと言っときたいなって思ったんで、いいですね、いやでも首のねそういう結構いてはるじゃないですか YouTube とか、そうですね、首鳴らしてる人とか、本当に事故になるんで、まあ、そういうところ行く方行ってる方は気をつけてください、はい、気をつけてくださいっていう、はい、なんか最近よくそれこそ TikTok とかストーリーとか、はいはいはい、あと YouTube とかで骨音系で流行ってるじゃないですか、ああいうカイロのプロから見ると ああいうのってどうなんですか、あれはカイロって音が鳴ってなんぼやって思われてるんですけど、音が鳴ったら僕らああ鳴ったなぐらいです、ほうたまたま鳴っちゃったなっていうぐらいです、本来ならそういう感覚なんですか、はい、だから鳴ったら強制成功しましたみたいな感覚になるんですけど、へ、僕らの中ではああああ鳴っちゃったねぐらい、へ、だから鳴っきりボキって鳴るっていう時はちょっと力が強い可能性があります、強力が強いか、ポジションが悪いか、ポジションが悪いから無理やり力でいいって音が鳴ってるっていう意味、危ないですだから上手い人やったらポジション取った時点でポキって鳴る時あります、だからもうポジション取るだけで終わったりする時も十分あるんで、やっぱ見かけるんですよ本当、それバキってなってわー鳴ったみたいなそういうだったらあのスッキリするんで、スッキリ音で流されてるんですね、ですね、はい、気をつけてちょっと気をつけてくださいっていうことです、はい、いや介護のプロから聞いて安心できるんではい、今日もありがとうございました。はい、これで終わります。